はい、ルンです。今回はね、アイファクトリー本社の方から購入したiPhone 8用のね、バッテリー関連の商品ちょっと紹介したいと思います。今回もピョーコとマユの参加でね、前に紹介したんだけど、 Amazon で前購入したやつなんだったんだけど、で、iPhone X にバッテリー交換した時に紹介したことあるんだけどね。で、バッテリーのシールがちょっと失敗して、それでバッテリーの固定シールだけね、アイファクトリーの本社から取り寄せたんだけど、今回はバッテリー自体も購入したんで、これはね、2回買ってるんですよ。12月26日に購入して、これですね、まず、これ、Amazon で売ってるやつは1600のやつなんですよ。これはもっと容量があるんで、これ iPhone8、こちらですね、まず。2530円。こちらですね。こちら。これはね、2100ありますね。バッテリーと、これバッテリーの固定シール、これピンクのやつ、あと工具セット。シールのところは別売りになってるから、オプションになってるんで、これ選ばないといけないから、こうやって、ブラックかホワイトって選んで。こうやって。バッテリー固定用テープ、工具セット。1.5 型ビットに 0.8 型ビット。Y0.6 型ビット。iPhone 専用設計ということでね。iPhone 各機種専用設計のため、バッテリースペースにジャストフィット、劣化したバッテリーを交換すれば iPhone の寿命も大幅にアップしますということで。こういうサポートもちゃんとされてるということで、経済産業省届け出済み、PSE 完全準拠、全数自主検査済み、PL 保険加入済みということでね。日本人による日本国内拠点の企業の確かな負担サポート、バッテリーを構成するパーツは全て最高ランクのものを使用ということで2430円で、次にこれも念のためにこれ買ったんですけど、前回の経験を踏まえてちょっと失敗した時のために予備があった方が安心なんで、これ iPhone、 さっきのやつ、ちょっとで、次にこれテープ iPhone7 プラス7プラス8に8プラス iPhone8SE2 バッテリー固定用両面テープ修理交換用リペアパーツ、さっきのセットのに入ってるやつですね、200円。でこれもシーラントグルーも一応買ったんですけど、これ1枚ですね。iPhone6 って書いてるけど、iPhone8 用なんで、下には iPhone6S、7、8、SE2、6S、プラス、7プラス、8プラス、フロントパネル用固定用欄って書いてますね。1枚の価格。でね、もう一つ買ったんですよ。ちょっと待ってくださいね。これは今のやつは2020年に、購入したやつで、注文したやつで、これ最初から工具セットのやつ買わなきゃよかったな。あ持ってるから、すでに点数の時に買った時に工具セットついてるからね。これは同じやつなんだけど、これ工具がないタイプですね。さっきのやつは2310円だったんだけど、これはバッテリー固定用シールですね。値段が若干安いんで、200円ぐらい安いんですね、これ。これも同じ容量で2100。さっきのちょっと消して。で、今度はこれ同じやつだけどね、これ iPhone8SE2 バッテリー固定用両面テープ修理200円。でシーラントグルー、これは160円1枚。
これの価格がね、合計が3328円、送料、あの猫ポスですね。でさっきのやつちょっと合計見せれなかった、これが3328円ということで、2つ買ってるからね。これまず最初の、さっきの最初に見せたやつ、あのセットのやつかね、こういう感じで、これ全部、これがバッテリーですね。これとこれとセットになってるから、シーラントグルーだけは別売りになってるから、オプションで。アイファクトリーのバッテリーですね。前は iPhone X 用に買ったんだけど、ちっちゃいっすね。ちょっとこれですね、これ後日あの時間があるときにバッテリー交換やるんで、ね、iPhone8 俺2台持ってるから、最近購入した iPhone8256GB シルバーと、あと今カメラで撮って使ってる iPhone864GB ゴールド2種類あるから、最初の新品のやつからちょっとどうしようかな、古いやつから撮ろうかな、ちょっと考えてからですね。これ2100になってますね。でこれが工具セット、いつもこれも持ってるんだけど、これ工具セットも紹介したからね、あれ使おうと思うんだよね多分。こういう感じで揃ってるから。でこれがセットについてるこのバッテリー固定用シールで、オプションで購入した、あ2枚になってる、あそっかそっか、1枚俺別で買ってるのか、2枚ありますね、シーラントグルー。これはバッテリーのあの縁ですね、あの防水と、防水に固定する役割があるから。でもう1枚ちょっと開けないといけないから、でこれはこれで最後並べるのもちょっと考えないといけない。これは後日購入したやつ、あの工具セットがないタイプ。9分なのか、あら、なんだこれ、これも同じやつですね、これ同じ。テープで止められてないからいいね、取り出すとき楽だわ。同じタイプ、これ同じやつ、バッテリーで、これがほらちょっと多めに買ってるからね、なんか結構でか多いな、あれなんでこんなにいっぱいあるんだ、間違えて入れたのかな。シーラントクルーがなんか4枚あるんだけど、1おかしいな、4枚あるわ、あれなんか間違えてないか、これバッテリー固定用シール。これ今のやつ、あのこれなんで、これ2020年、2023年に注文したやつなんだけど、おかしい、間違えてるな、これね、バッテリーのシールとセットで買ってるから、俺別にこれもう一個買ってると思うんですよ、間違えてやってるな多分。これ1個ついてるからね、俺別にこれ買ってるんですよ、がこれ2枚ないとおかしいんだけどね、おかしいね。でこれは1枚しか買ってないんですよ俺、1枚なのになんか4枚入ってるんですよ、これが1枚足りなくて、まあいいけどね、こういう感じで。じゃあ終わりますか、問い合わせしないといけないですね、できたらちょっと問い合わせようかな、ちょっと内容がちょっと違うということで。間違えてますね、これシーラントグルーこんなにいっぱいある自体がちょっとおかしいんで、
こういう感じで並べようか。ちょっとお待ちください。交互セットもあるからね、こういう感じで並べて。ちょっと入らんね、ちょっと入りきれないような感じするけど大丈夫か。こういう感じで結構時間が12分になってるな。はい、今回ね、あの iFactory の本社から購入した iPhone8 用バッテリーセットのね、開封&承認紹介やってみました。あとよろしければ2セットね、あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。あのバッテリー交換2台やるんでね、ちょっと綺麗に並べようか。はいはい、失礼し、工具がちょっと映ってないな。はい、失礼します。